D1 昇格を果たせなかった熊本、今ティップオフ、開幕戦が始まりました。まずボールを持ったのは白のユニフォーム、アルティーリ千葉、その本村に一つずつついています。クラークからラム、ステップバックしてスリーポイント、さあ2本目、リバウンド、これはパードンです。あーノールックパスから、ここはダンク、トレイポーター。今シーズン、昨シーズンまでと同様、ハイテンポ。昨シーズンは特別指定だった野口優真、そしてアルティーリ千葉ベテランの大塚、スリーを早速狙ってくる、リバウンド、トレイポーター、ポーター決めました。アシュリー、木田がコートに入っています。杉本、アシュリー、アシュリーかわしてパードンのダンク、ポーター、木田と渡ってスリーもありますが、杉本から外へ、前田、前田フェイク挟んでフローター、決まった。杉本から打てたのはアシュリー、前田、大塚からもう一度前田、中にパードン入っていく、自ら行ったのは前田だ。ただ点差は依然として13点差。前田、前田早いパス、パードン、ダンク、デレク・パードン、外に預ける、アシュリーがいる、大塚ラインの外からパスをつなぐ、アシュリーがバンクショットを決めた。パードン2人で抑えに熊本、ジャンプ3、大塚、リバウンドは前田が拾っている、早いパスでパードン中にいる、ここはダンク、デレク・パードン、落ち着いています。外に山本翔太もいますが、ショットクロックが10秒切っています。ラム、中にアタック、あー、ここはブロックしました、黒川のスローイン、そして木田のジャンプショット、リバウンド、パードンが拾っている、ここもパードンがいます。さあそして黒川が中に入ってくるが、ライトフットのブロック、ここは掴んだ。さあ山本翔太、千葉は木田、黒川、パードン、アシュリー、そして熊谷という5人、熊本は山田、山本翔太、スリーポイント決まって、バスケットカウント。アシュリー、中に黒川が入っていく、しかしアシュリー自ら行ってバスケットカウント。アルティーリもここはすかさず攻めていきます。リードをしている展開ではありますが、ポーターに渡る、そしてダンク。改めてここで長いホーンが鳴りました。アウェーのアルティーリ千葉、96対78、この熊本の地で